さん、まあ、言われてること気持ちよくだからまあ2022年1年かけて何かの目標を立てる今年はこれをやるぞって決めた瞬間365日24時間それこそねコンマ1秒の単位で全部それをやるそういうふうな必要に迫られるわけなんですけどもなぜかね1年の目標を立てる人って1年が終わるまでに取り組めばいいと思ってるんですよ。 いや、取り組んでから365日かかるから1年の目標なんですよ。だから1月1日からスタートしなければ、もう1月2日で遅いんですよね。1月2日にスタートした時点でもうその計画は、もう来年にずれ込んじゃうんですよ。でなければね、1年がか,かりでやらない目標なんだったら、年間目標じゃないですよ、これは。<laughs> それこそ、1ヶ月でできるんだったら月間目標でしょそれは12回立てればいいんじゃないですかってことですよ、1年間でね。 一年の目標、今年はこれをやるぞって言って、初日からやってないわけですから。アウトですよね、そんなのはね、うんで。そういうふうになんか人生が薄まっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。で、その結果、一回しかなかった10代を乗り過ごしてしまって、20代をやり過ごしてしまって、30代も時間が過ぎてしまって、40代、50代に至るわけでしょ。それは取り返しがつかなくなっちゃいますよね。で、取り返しがつかなくなってから、 自分はお金もないスキルもない人脈もない IT 苦手ですでもなんとかなるでしょうか来るわけですよなんとかなるけどもじゃあそれを取り戻すためにこれからね1分1秒を身を削るような思いでやらなくちゃいけないのに「すいませんできてませんでした」「誰に対してすいませんなんですか?」ってことですよね誰に対してあなたの人生そのものに対してそれじゃ済まないよってことがすみませんなんですよねいや私は自分の人生がこうなってるからいいんですよ 他の人の人生が良くなればいいと思うけども良くならなかったとしても残念だったらあれで終わっちゃうんですよ。ぶっちゃけ他人事になっちゃうんでね。でも私が多分本人以上にその人のことを考えてね、熟成さんのことを考えていくらカリキュラムを用意してもそれを使っていただけないんだったらまあね、どんな黄金を用意していけばいいのかなってことですよ。それこそ現金を入って渡すしかなくなっちゃうんですよね、方法がね。で、前澤社長の現金配りますみたいななんか受けるわけでしょ。 違うんですよね、うん、もちろんお金を手にすれば買い物をする消費者としてお,なお役に立つことはできるでしょうけどもそういう発想から始まるんじゃなくてねあの優秀な消費者になるのは優秀なセールスマンが終わった後じゃないかなと思うんですよもちろん同時にやることもできますけどもね吉永さんだからあこんな人生があるんだなと他人じゃなくて自分に来たんだなって思えるこの感動とかね そそれこそ1日が無駄にできないいと思っちゃいますよね余計に前以上に思いますよね。こんな自由で豊かな人生があるんだったら一日も長く生きていたいと思うわけですよ。ね、でもそれは特定の人しかできないもんではなくてあて全員できることなんですよね。全員できるんですけども一部の人しかやらないんですよ。やればできるってチンプな言葉ですけどもまさにそれで。 動画を1万本作ったら1万本動画ができるんですよ。そういった人生がでねできるんですよ。副産物として金も稼げるんですよあくまで副産物ですこれは。お金目的にやるのもいいんですけどもまずは動画1万本やってみようかなと思って1万本やった副産物として金稼げてるなファンができてるな自分の世界ができてるなっていうところに気づくっていうのが本当のとこじゃないかなと思うんですよ。で稼ぐことを目的にやっちゃうとね 稼げなないい間のスストレスに耐えられないんですよもちろんそういうのを無視して修行中はこんなもんだと思えればいいんですけども結論をね早く急ぎすぎなんですよそれこそ今まで何もやってこなかった人脈も金もコネもスキルも生かせなかった方が一瞬で自分の状況を変えようと思うのはいささか虫が良いというものかなとしばらくは下積みの時間を経てね それから一つずつ構築できるもんじゃないかなと思いますよね。やってきた私はそう思いますし、吉田さんはいまだにやってるわけですよ。で,できてる人がいまだにやっている。できない人がいまだに始めてない。まあ、こんなことになっちゃうのは一体何でなんでしょうかと。それが結局、この国の不況をもたらしてるんじゃないかなと思いますけどもね、うん。だってビジネスを自分がやる中で、国の制度とか政党とかね、自民党がどうとかってあんまり関係ないんですよ。 あんまり関係ない、うん、貧困になろうともそれとも自分がね豊かになろうとも多くの場合は自分の一歩どこに踏み出すかによって決まるんじゃないかなと思いますよね。もちろんこの国の制度設計に問題があることも否めないんですけどもその大きな問題と自分の個人的な問題をまあこじつけすぎても結局は行動する原理を失ってしまうモチベーションを失ってしまうのかなと思いますよね。で 今回のの動画の最後になりますけども結局はビジネスって与えられた状況で最高の結果を出すこれに尽きるわけですよで不利な状況なら不利な状況なりにやることがあるんですよマトリックスアフィリエイトで詐欺にかかれば詐欺にかかったなりの逆転の方法があるわけですよそれに尽きるのかなと思いますよねいってらっしゃい